神尾真由子は、大阪府豊中市出身の日本の女性バイオリニスト、チャイコフスキー国際コンクール2007年度優勝者。4歳の時からバイオリンをはじめ、里千佳子、小栗町へ、工藤千尋、蓮子久美子に指示。1996年、第50回全日本学生音楽コンクール全国、大会小学校の部において4年生で、第1位を獲得し、 1997年3月、オーチャードホールで、シャルル・デュートワ式、スーパーサウンド・オーケストラ・トラロの、スペイン公共曲の、第5楽章を共演して10歳で、ソリストとしてデビューした。1998年、ユーディメニューイン国際コンクールジュニア部門で、最年少の11歳で入賞した。2000年、ニューヨークへ留学し、アスペン音楽祭、ジュリアード音楽院、 プレカレッジで、ドロシーリレー、川崎正雄に指示。そして、54カ国から422人が参加した、ヤングコンサートアーティスト国際オーディションで、第1位を獲得。2001年8月、サントリーから1727年生、ストラディバリウスを対応されて弾き始めた。2002年4月、日本に戻り、東方女子高等学校発の特待生となり、 原田光一郎に支持した。2002年4月にはアリオン賞を受賞。2003年には第13回デミツ音楽賞を受賞。また、18歳になる2004年にも国際コンクールに出場し、モンテカルロバイオリンマスターズで優勝。ダビット・オイストラフ国際バイオリンコンクールで第1位を獲得した。20歳を迎えた2006年。 第5回モントリオール国際音楽コンクールに出場したが第5位にとどまった。2007年6月には4年に一度開催される若手演奏家の登竜門である第13回チャイコフスキー国際コンクールバイオリン部門で優勝。2008年ソニー BMG マスターワークスと専属録音契約。アスペンのマネージメントにより演奏活動を行っている。 また、チューリッヒ音楽院でザ、ザハール・ブロンに支持し、研鑽を積んでいる。2009年6月、アスペンにより、ファンクラブが設立された。2011年、拠点をニューヨークに移した。2012年、約10年使用していた蒸気のストラディバリウスを返却、米国、ストラディバリソサイティから1735年生、グアルネリデルジェスの対応を受け、使用している。 2017年5月より、胸ツグコレクションから1731年生、ストラディバリウス、ルビノフを対応。2013年7月8日、ロシア人ピアニストのミロスラフ、クルティシェフと結婚し、2015年3月に第一、死を出産。2019年4月、所属事務所をカジモトへ移籍する。ありがとうございます。